バンクシー作品らしきネズミの絵は、東京都港区の傍聴扉に描かれていたネズミの絵。その特徴から、覆面芸術家のバンクシーによる作品と推定されている。バンクシー作品らしきネズミの絵東京都庁に設置されたバンクシー作品らしきネズミの絵の案内板立て1メートル、横50センチメートルほどのスペースに、カバンと傘を手にして空を見上げるネズミが描かれた絵で、 東京都港区東京臨海新交通臨海線日の出駅付近にある東京都が所有する傍聴扉に描かれていた。2006年に刊行されたバンクシーの作品集ウォールピースに掲載された2003年に東京都で描いたとされる絵と告示している。また、 2010年に公開されたバンクシーが監督した映画イグジットスルーザーギフトショップにもこの絵と同一と見られる絵が登場している。東京芸術大学の毛利義ーは前日の作品集の写真はこのバンクシー作品らしき絵の写真を反転させたものと推定している。読売新聞の取材に対してバンクシーは本物かどうかは認証しない。 確認を与えることはできないと回答している。東京都は、この撤去を発表する10年ほど前から、この落書きの存在を認知していた。2018年12月、東京国立近代美術館館長の熊代広氏から、東京都にこの絵は、バンクシーの作品に似ていること、保護の必要性などについて、情報提供があり、とは、1月17日時点でこの絵が描かれていた。 傍聴扉を撤去し、保存、鑑定作業を始めていた。人代が東京新聞の取材に答えたところによると、人代は2018年12月初旬に東京港湾エリアにバンクシーらしき作品が存在するという情報を得、情報提供者による保存要望を聞いて、美術館内部で取り扱いを検討した後、都に連絡をするに至ったという。 この絵が保護された際、東京都知事の小池百合子はツイッターにおいて、東京への贈り物かもと投稿し、これに対しては、器物損壊を容認したとの批判が上がった。とは、落書きは容認できないが、本物なら、保全の必要があるとしている。この絵の存在の発表と、同時期に、日本の各地で、バンクシーの絵に似た絵が発見された。茨城県高萩市で発見された。 同様の絵に関して、東京新聞がバンクシー本人にメール取材を行ったところ、This is not by b a n s y という回答を得たという。4月17日、小池都知事は、バンクシー作品らしきネズミの絵を東京都庁で公開、展示することを検討している旨発表した。この際、小池は、心眼を確認するため、バンクシー本人のインスタグラムにメッセージを送った。 物の返答がなかったことを明らかにした。19日、都は4月25日から5月8日まで都庁内で、展示、公開し公開終了後は、都で保管すると発表した。この際、心眼が確定できないことから、作品の横には、バンクシー作品らしきネズミの絵という表題を記した、パネルが設置された。ありがとうございます。